はい、マイキーです。ですね、キングス・オブ・ローン、2回目をやっていきます。続きにはなりますね。さっきの続き、さっきでも前回っていうことがですね、今ルビーを取って鍵を取ったので残りの分を取っていこうというところですね。どこ行きゃいい？何も落ちてない。光ってる。光ってる。行けってことでしょ？ここには鍵がある。ミッドレベルキー。鍵にレベルつけられたって、どうしようもないですけどね。おいおいおい、このキモい雲はどうにかならんかなって。これ左にスケルトン、右にスケルトンでしょ。でスケルトンどんだけスケルトンなの。低すぎて当たんねえよって。しゃがんだらボッコボコされるからですね。もうちょっとなんか崩れてほしいな。お前は走ってこなくていい。スケルトンって喋るの？ジャーって言う。喋られる機構が一つもないと思うんですよね。敵倒したら回復アイテムを少しくれるからいいですね。あった、勢いよく走ってくる。若干ナルト走りですね。いやいやいや、意外と速い。ここに2つ目の石、何の石だ。ルビーは読めたけど、これざっと読めんかったですね。知らん名前の石なんでしょうけど。どこに行く。これも下まで下がってよかった気がするけど、なんか落ちないかな。回復は必要ないから、なんか落ちてた気がせんこともないけども、あの変な人形とかですね、キングス・オブ・なんちゃらですね。そういうの見たらですね、なんかエターナルリングのリング・オブ・マジックとか、そんなのを思い出すんですよね。懐かしい。あれも続編とか別バージョンとかあったら面白かったんですけどね。どっちに行くんだ。こっち行って、こっち行って、こっちに行くんかな。でさっきここで鍵を取って、じゃあ戻るんじゃない。ここを開けて何にもない。じゃあ反対かな。こっちは北っぽいよね。この空間で迷子になる？そしたらこっち側の空間はおしまいで、こっちかな。多分合ってるはず。いや、合ってない？鍵があるからこっちで開く。でスケルトンが走ってくる。足音がする。光ってた。はい、絶対いる。いや、もう違う声がする。おい、お前かよ。はい、はいはい、キモい雲が。
おお、走ってきた。ちょっとビビった。ずっとダッシュしてりゃいいんじゃないって思うんですけど、意外とそうもいかないですね。もうこう慣れてきたらですね、あの調子の手で死ぬんですよね。またお前か。ずっとダッシュでいいんじゃないって思うんですよね。試したんですけど、ずっとダッシュでもダッシュしてても負けるんですよね。おいおいおい。結局はあの R1 のダッシュ、ダッシュじゃない、あの回避攻撃、痛い痛い。落ちてる落ちてる。あれ、あとでいいや。回避のダッシュ、短距離ダッシュ、まあクイックブーストがいいんですよね。ハイレベルキーで一回一回消える松明。慣れてきてますね。あのパニックった時はこの上と下逆に見たりしますね。わーって下見たいのに、見たいのに上を向くとかですね。これだ、嫌やな。いやー、これもうちょっとですね、作り込んでくれたらかなりいい、うん、ものになってると思うんですよね。いやいや、なんで当たらないんで。それもキングスっぽいですね。キングスもしくはあのシャドウタワー、同じ系統のゲームでもですね、その若干の違いがあって、全然あの距離が違うんですよね。これを取る。象の形を見てたら何種類かあるみたいですけど、まあわからんですね。名前同じやしみたいな。ここに石がある。で一人死んでるけども何の反応もない。こうやって焼けるんかなとか思ってこうするんですけど、ただの防御やから意味がないんですね。あ、下蹴りは良くない、蹴りじゃない。エメラルド、あと1個ですね。エメラルド、次はどこ、なんだこれ、キノコみたいな書いてますけど、勝手にキノコやな。私まだ酔わない。調子がいいのかよくわからんですね。こっちが、これさっき来たとこでしょ。うん、こっから行け、早かったんじゃない。やった後から気づくことも。観察してそういうのを見つけられる人はすごいですよね。これは北っぽい気がするけど、うん、来てるね。次どこなの。こっちは多分行ってる。ここか。また似たようなところでいるいる。スケルトン、スケルトン。走ってくるぞ。キモい走りで来る。この声は
キモい雲、全部キモいわ。そろそろナルト走りで走ってきそうな気もするんですけど、こいつは違う。いやー、嫌な声がする。早いね君仕事が早いわ。社会では好かれるかもしれないですけど、ゲーム的にはあの嫌われるんで今のやつぐらい遅ければですね、助かるんですけどね。で、こっち行ったらスケルトンがいるんでしたっけ。いや違う違う、いやいや違う、仕事の早いやつの声がする。どこどこ、いや荒ぶられても困るけども、なんでそんな元気、上から、いやいるじゃん下に かなりあの生きってる感じがするんで怖いですね。なんかそう、おお、やっぱり君仕事早いね。なんか生きってるのを見たらですね、あれなんかジョジョの南部、6部かな。ディアボロか。あいつが最後死ぬ時のですね、あのナイフ刺したやつですね。ディアボロ刺したやつみたいですね。生きてる。おお。ナルト走り。どこで覚えてきたの？日本人なのこれ。いや、早く死んでくれ。丈夫やね、骨。どこの牛乳飲んでるんですか？硬いな。どっち行く？下に降りればまあ間違いないでしょう。うん、あるねアイテムが。こう実際にやってたらですね、そういうの見るのは見つけるのは早いんでしょうけど、見る側はああいうのは一瞬じゃ見えないんですよね。あ、光った。あ、全体攻撃する、範囲攻撃か。卑怯なタイプですね。あの他のゲームとかであの爆発系の魔法を身にまとったようなやつがですね、歩いてくるっていう、そういう敵はあのひどい、いじめに近い。あのいやいや君も硬いね。ここで最後の石を取る。ファイヤー、よし、まだ俺の三半規管は大丈夫みたいですね。まだ酔わないっていうことは、操作が穏やかになったんか、前と比べて。いや、なってないな。なってないな。隠れてる。匍匐前進。あ、君、あの、潜入はですね、スネークから習いましょうよ。メタルギアは、ワン、ツー、スリーはやったけども、それ以降が、スネークイーターは何だったかな？スリーか。ガンズ・オブ・パトリオットもやった気がするけども、覚えてないです。違うゲームの話をしてるんで、ここにある人形を取る。いちいち消える松明。こ
にですね、このわけのわからないですね、オブジェがあるんですよ。この足を組んだような形をしてる、これですね、ここでスクリーンショットを撮ってあげてる人いましたけど。結局あれ何もならないですよね。ここはよし、アロー、なんか違う矢を取ったボルト。入ってないんか。見えなさすぎて。見えねえ。なんで瓶から瓶が出てくるんだ。石、これは石か。これも石。キノコ。何も見えねえ。もったいないな。ストックしときたいけど、ストックできない。キングスフィールドの時はいっぱいストックできたからですね。嬉しかったんですけど。他の人が実況してて、それ見てたら、キングスは、薬草ゲーみたいな、回復ゲーみたいなやつね、薬草を買いまくってそれで回復しまくってクリアするっていうですね、もうクソみたいなクソみたいなやり方ですね。クリアしてましたけど、全然もうなんかですね、無敵じゃねえかってやられるとこでは普通にやられてほしいわって思うんですよね。これ全部揃ったんで、もうここには用はない。俺は進む。セーブしましょうか。セーブしてももう意味ないような気もするんですけどね。で、ここ一回かアベンジャーズって言われてもですね、結構困るんですけど、何の石か分からんねえ知らない石は覚えてねえって。で、4つ目をかざします。するとこうやってですね、魔法陣が、上まで登ってますね。初めてした時はこれもう真ん中に立てたんで、有無を言わさず転送でしたからね。これでこのエリアはクリアとなります。次かな。次こっからがまあキングス、ぽいなって気はしますね。で、ロードが終わってこのまんましても始まらないんで、ボタンを押せって書いてあるんでボタンを押さないことにはずっとこの画面が続くと。リアルさは好きですね。はい、次のエリアに来ました。ここですね、さっきの像に似たやつとこの、塊ありますね。で、真後ろ向いて
走っていくと、ここにまたあの謎の像があるので撮っときます。ここがですね嫌いなんですよね、ほんと。でもここやってたおかげで操作をようやく覚えてきたってですね、もうここ嫌なんですよね、正直嫌ですね。何回も言いますけど嫌ですね。ここでやったーってこう、あの中二病みたいにこう武器をですね、こう剣をですね取るわけですよ。見た目はあのダークソウルとかデモンズとかで言えばクレイモアに似てるんですけど、片手剣ね、ロングソウです。さあ行きますか。多分死にます、俺は死にます。これが嫌いなんですよね。これで横この移動避けを覚えないと、やべえやべえ、これやばい、これはやばい。いていて、死ぬ死ぬ、やだ、死にたくない。最初あのアイテムが入っているということを知らなかったんで、このヒットポイント50、その時は50じゃなかったかな、48のままで脳回復でぶっ殺してますよね。危ない危ない危ない。あ、そのですね、あの長いリーチが嫌なんですよね。まず1匹でしょ。ここで回避した後に攻撃しないといけないってことを学ぶわけですよね。先に振らせて切る、それができないとこいつらはまず倒せないですね。これ1回できるの？いやいや、走る走る走る、いやいや元気すぎだろ。もうこう、まあ、画面だけですけど体も動きますからね。で敵はダメージを受けていくと目が光っているところが赤くなるんですね。おいおいおい、死ね死ね死ね。回復アイテムはどこだ、壺がねえよ。よし、いや壺が見える、壺が見える。変な話ですけど壺が見える。当たらねえのかよ。避けて切る。おお、体が動くよ。よしよしよし、一発でいけそうだ。うわ、そのリーチが長いんよね。振らせて切る。おお、成長したな。俺成長してるってです、ね、いやー一発でクリアしたよ。おー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 、色が変わっていく。おー、上まで毛細管現象、なんかそんなありましたね。間違ってるかもしれないですけど。ここはこれで終了したけど、ですね、これか、なんだろう、アロー、暗すぎて見えんね、暗すぎて。これ石か。困った時はトーチ、松明。暗いねー、暗すぎる。ん？何もないの？
が欲しい。なんで壺割れねえの？これ。次にどこに行くかってなるんですけど、さっきのやつにやられたんでしょうね。俺が来る前からですね。で、周りを見渡しても、行く場所はないんですよね。で、唯一あるのが、ここ。登っていきましょう。扉があるんで、開きます。ここからまた新しいエリアかな。このエリアの中の新しいエリア、なんかおかしい。ここでセーブして、はい、ちょうど26分。変な中途半端な、ここでやめときましょうかね。またこのまま3回目を撮っていこうと思います。それでは失礼します。